率 100% のバイオハザード発生。感染源を探るために送り込まれた特殊部隊、彼らを待ち受けるかつてない地獄の局面。ネズミを殺す。殺すだけではダメなんです。誰かが通してくれればその血液から薬が作れるんです。遺伝子実験により産み落とされた DNA モンスター、突然変異した魔獣ネズラ、異形の怪物と戦闘プロフェッショナルの決戦が今始まる。来るぞ。タイムリミットは24時間。その怪物を倒さなければ一つの街が崩壊する。日本から世界に放つ究極のモンスターパニックアクション、ついに登場。ネズラ。2003年1月17日、ビデオリリース。